おはようございます、ヨウトです。今日はですね、先日僕 MacBook Pro の16インチを買ったんですけども、実はまあ不具合があってとりあえず返品することになってしまったんですけども、その時にですね、初期設定みたいな動画を撮っておいたんですよ。開封から僕が Mac 使えるようにするまでどんな感じで手順を踏んでいくのかっていう動画なんですけども、まあそれをですね、せっかくならもう出しちゃおうということで今日は出していこうかなと思います。この動画はですね、3つ多分話すことになっていて、まず1つ目がですね、普通に箱から開けるパート、そして2個目がですね、僕が箱から開けてすぐ、自分の好きなフィルムを貼るっていうパートがあって、で最後に、普通の初期設定をするパートなんですけども、まあ普通に MacBook を買ったら誰もが多分やるような手順をですね、一個一個説明しながらやってるので、もしこの春から MacBook を初めて買って初期設定ちょっと不安だなっていう方とかいましたら、ぜひ参考にしながらちょっとイメージをつかんでもらえるような動画になればいいのかなって思っています。それでは MacBook Air もね、そろそろ多分購入したやつ来る人もいるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは見ていきましょう。どうぞ。まずですね、開けます。はい。開けると、こういう厚紙にですね、ちゃんと入っているのでいいですよね。で、この、ここを開けます。はい。そうすると、ここにフィルムがちゃんと入っております。折れないようにこうなってるのも本当にいいですね。はい。で、早速ガラスフィルム開けていきますけど、今回はですね、なんかパーメレスト用のフィルムもなんか入ってるらしいです。今回から以前のですね、15インチ買った時とか13インチ買った時は入ってなかったんですけども、今回は入ってるようなのでこれを使いたいと思います。そしてこれですね、これが本体となってます。で、相変わらず、綺麗なフィルムですね。これを貼っていきます。そしてこれグロスが入っております。なんか昔の方がグロスが厚いでっかいやつだったんですけども、こうなんか1枚になってますね。はい。でこれがあとフィルムを貼る用のシールですかね。ゴミとかを、落とす用のシールになっていますので、まあ普通にこれを使って汚れを落としたいなと思います。でこれまだ実は MacBook Pro は起動してなくて、これからフィルムを貼ってちょっと今日はできないから、まあちょっと 2,3 日後にセットアップとして使い出そうかなという感じでございます。なので早速いろいろ貼っていきます。いや緊張するね、こういうのは。
では早速、Mac の画面を割ってセットアップを始めていきたいと思います。はい、こんな感じで、ようこそという画面が出ているので、使う地域を選んでいきます。日本で使うので日本を選んで、その次のまま、ここは進んでください。そしてここに Wi-Fi の、あれがあると思うんですけども、家の Wi-Fi を選んで、Wi-Fi につなげていきます。Wi-Fi につなげないとこの後やる iCloud のログインとか、いろんなことができるので、ここで、Wi-Fi には必ずつなげましょう。はい、こんな感じで Wi-Fi に接続できたら、このデータとプライバシーのやつも続けます。で、これからですね、古い Mac とかから、データ転送しますかっていう設定なんですけども、基本的に新しく初めてだったら転送するデータもないと思うので、一番下の今は転送しないというものにチェックをして続けます。そしてここから Apple ID のサインインを始めます。自分の Apple ID をですね、普通に入力してログインしてください。この時に Apple ID では自分で持ってるこの iPhone とか iPad とかと同じやつを使うとですね、いろんな以前動画で紹介した連携機能というものが使えたりするので、同じ Apple ID でログインするようにしてください。 Apple ID のセットが終わったら利用契約の同意です。そして次はですね、コンピューターのアカウントの作成です。iPhone とかだとですね、このアカウントの作成とかないと思うんですけども、パソコンだとアカウントというものがあって、いろんな人で複数台使い分けるときに自分のアカウントにログインして自分のデータにアクセスするみたいなこともやろうと思えばできます。なのでアカウントの作成をやっていきましょう。普通に名前とか、このアカウントにログインするためのパスワードを入力します。iPhone とかみたいに4桁とか6桁とか、文字の指定とかもないんですけども、自分が覚えやすい忘れないものに、ここを入れて、進んでいきましょう。それではやってみます。はい、そして画像とかもですね、何個かデフォルトの画像があるので選べたりしますが、後でこれ、ログインした後に自分の好きな画像とかにも変えられます。そんな感じで、続けます。続いてエクスプレスのセットアップです。続けます。これはですね、アプリが落ちた時とかにクラッシュデータを、Apple とか、アプリの開発者に共有するかっていうんですけど、チェックを入れておくといいのかなと思います。そして、スクリーンタイムという機能が Mac にはあるんですけども、これは、時間を監視して、例えばソーシャル系のアプリは1日1時間にするとか、子供とかが持っている場合は子供の時間制限とかする機能なんですけど、基本的に、このセットはしなくてもいいのかなと思います。続いて Siri のセットアップなんですけども、Siri があった方が便利かなと思うのでオンにします。続きます。そして、日本語とか自分の好きなランゲージに選べますので選んでいきましょう。そして Hey Siri という、iPhone とか何でもいいんですけど、 Apple 製品に話しかけると Siri が起動してくれるコマンドがあるんですけども、これオンにしておいてもいいのかなと思います。なので続けます。ではいきます。 Hey Siri、 Hey Siri、 書類とフォルダを開いて。ヘイシリ、書類フォルダを開いて。ヘイシリ、ダウンロードフォルダを見せて。ヘイシリ、今の天気は。ヘイシリ、今日この後の予定は。はい、こんな感じでヘイシリのセットアップをしまいです。ちょっとカメラの前で一人でやってるあれなんですけども、こんな感じでヘイシリに自分の声とか喋、り方を覚えさせて、反応しやすくなるような学習させているようなステップがこちらです。では続けます。今はこれはいいので、続けます。続いてタッチ ID の、設定でございます。指紋のやつなんですけども、これはやっておいた方がいいのかなと思ってやります。ここにタッチ ID があるので、ここにこうやって手を合わせて、iPhone の、ちょっと前の iPhone と同じ感じなんですけど、指紋の認証をしていきます。はい、もう多分 MacBook Air も MacBook Pro も全部の、デバイスでタッチ ID Mac があると思うので、ぜひやってみてください。そして、次ダークモードと、ライトモードの設定なんですけども、僕が一番おすすめなのはライトモードです。やっぱ白い字に黒い字の方が、見やすいっていうのもあって、黒背景に白字も、目には優しい感じもしますが、僕は一旦このライトでいこうかなと思います。そしてこのオートにしておくと、自動的に時間とかによって切り替わるみたいなので、もしかしたら夜は、暗いダークモード、そして昼間は、ライトモードとかもいいかもしれません。これはお好みでいいと思います。では続けます。
続いてトゥルートーンディスプレイってするんですけども、まあ、トゥルートーンっていうのはなんか周りの、なんだろう、光の明るさとか、暖色か寒色かみたいなのに合わせてディスプレイの色が正しく見えるように、アップルのディスプレイを勝手に調整してくれる機能なんですけども、まあデザインと か動画編集とかで色を確実に同じように見たい場合はそういうので周りの環境光とかによって調整されちゃうと困るので、オフにするのがいいかなと思いますが、まあ文字とか、あんまりそういう色とか気にしない人はオンでもいいのかなと思います。僕は、とりあえず一旦なしでやっていきます。はい、こんな感じで Mac のセットアップが終わりました。ではちょっと見てみましょう。はい、これでですね、Mac の初期設定がおしまいです。このまま普通にサファリを開けば、サファリでインターネット使えたりしますし、あと普通に、Apple Music ここで聴けたりとか、写真アプリ見れたりとかカレンダー見れたりとか、まあ普通に使えます。このままで来たらですね、 Mac を次活用していく段階に来ると思うんですけども、僕の動画シリーズでですね、 Mac のショートカット活用術みたいな動画もございます。そしてこの後にまずやる初期設定みたいな動画も、出しております。そして最初に入れるアプリ5000っていうのも出しておりますので、ぜひそこら辺参考にしながら Mac の初期セットアップを引き続き進めてください。今後もですね、僕のチャンネルではこの Mac の活用術とか新しく買った人向けに初心者向けの動画たくさん出していきます。もしですね、この動画が役に立ったら評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。りょうたでした。バイバーイ。